はいじゃあ、えー、と終わったばっかりの透明広告特徴の問題です6番右の図1は一辺が1 2ンチの正方形 ABCD から影をつけた合同な4つの二等円三角形を切り取ったものであると右下の図2は図1の残った図形の点線折り目として底面が正方形 PQRS 側面が二等円三角形である正四角錐 POPQRS を作ったものである図1の影をつけた部分の面積が正方形 ABCD の面積の半分であるとき、次の格闘に答えなさい。つまりね、言ってることは、えーと、これが1辺12センチか、1辺12センチ、12センチのもともと正方形。で、ここで二等円三角形、黒いとこね、4つ作って、えー、と黒の面積の合計が全体、つまり 12×12 12、つまり144の半分か、72と、この黒いとこね。 で、えっ、ー、と、この白いとこだけで折り目をつけたら、こうなります、四角数になりましたよと、そういう問題ですね。いいかな。はい。これの中、中学入試でこういうのなんかありそうなんで、1番。図1で正方形 PQRS の対角線の長さ、実はね、これはね、後で問い算使うんですよ。つまり、ここの、この、これが一辺というんじゃなくてこ、この対角線がなんぼですかと、これ実はね、後で使うんですよ。あとあと、問い2も問い3も、問い2と問い3で使うんかな。 で次、図2で正四角錐 OPQRS の体積。OPQRS ってこの,白いとかこの白いところを組み立てたときのこの四角錐の体積何本ですかはいで次。図3は図2において変 OROS の中点をそれぞれ MN としたもので NM イコール二分の一 p q NM 平行 PQ であると。正四角錐 OPQRS を平面 PQ MN で2つの立体に分けたときに、何、えー、て言うあ、頂点か。頂点 R を含む方の立体の。頂点 R を含むって言ったら、ちょっと、ちょっと、<laughs> あの生徒から送ってもらったらかけてるんで、ここにある PQRS ってあるね。だからこっちを組む方の対策だから、M と N がここの中点ね。中点だから、こう切ったと。これ本人のこうね。切ったときの。 えー、だから下と,上下と上があればだから下の方の体積なんぼですかとっていう問題です、はい OK はい。じゃあねちょっと別紙でちょっと私書き取りましたんでこんな感じですね今正方形 ABCD があると1 2 c ンチセンチねでここで二等円三角形4つ作ってで切り取ってつま,りつまり残りの白いところがちょっと黒と白分かるかなこれ,これ黒いところね。 で白がこれねで。この白を組み立てたらこの四角数になりましたよと。で流れ的にねこう考えてください。これ 12×12 12ですね。あちょっと,と,と一のちょっとと一の,あの答えを言いながら言いましょうか。えっとね。こここの,この二等円三角形4つあるじゃないですか。高さを H としましょうよ。 で、これ4つの面積足したら12、12×12 の半分ですよっていう方程式を作ります。つまり、ちょっと見えるかな、鉛筆で。これ、底辺12ね。で、高さは H ですよ。12×H。H、で、割る2をしたら、この1つの三角形出ますよね。それが4つ分あります。だから12か、12× 底辺×高さ割る2をして、それ4つ分。それが12、12×12 の半分ですよと。と いう方程式を作ってくださいもう一回言いますよ。この三角形がよ今4つあるんだからこの三角形の高さだけ分かってないから 12×h÷2×4 倍ね,それ,はこれね12、h、倍それがこれね 12×h÷2×4 倍それが 12×12 の半分ですよって言ってるんですよねでそれで解くと左辺が、えー、2 4 h で右辺が144の半分だから72とで h は3ですね っていうことは、これが3ってことは、3、3だから、ということは、これを求めなさいだから、12から3と3を引いて、6ですね。じゃあ、1番の回答は6と。6ね。いい。だから、これ6なんですよ。これ6ね。で、これ後々使います。2番でも3番でも。で、次が、次何やっいちょっと待ってね。ちょっと待ってね。えっ、ー、と、ね、メールで見てるから、ちょっと見づらいんだけど。えっ、ー、とね、あ、四角さ、あ、わかったわかった。 これを組み立てたこれの体積はなんぼですかと。これは、低面積でね、この高さが分かんないですよね。三平方で求めようにも、ああ、そう、求まるか。あでもあ、あ求まるか。強引に三平方を使ってもいいんだけど、つまり、ここの部分は出ますよね。これが今3だったんだから、6、3。で、これ、ルートを使って表せると。で、つまり、ここの部分を表せると。で、この長さも分かるから、これとこれで高さ出るんだけど、そんなことしなくても、 あ、ちょっと一回やってみましょうか。あの、そのめんどくさいやり方。そんなことしなくてもいいんだけども、ちょっとめんどくさいけど、いきますよ。これが仮、あ、仮にじゃない。これは3だから、えっ、ー、と、これ何ぼですかね。6636で9で、ルート45か。これ、ルート45ね。ルート45っていうことは、3ルート5ね。これ3ルート5ね。ということは、これ3ルート5じゃないですか。3ルート5ね。で、ここの半分。 ここの半分さっきこれがえっ、ー、と6やったっけだからこれ3ですよね。これ長さ3ね。でこれ3平方って今回3平方出てり試験範囲に入ってないはずだからまあ3平方使わなくてもいいんだけどこれがこれが3ねこれ。これが6だからですね。じゃあこれはあのこれの2乗引くこれの2乗でいうとえっ、ー、と4545引く45 9か。ってことは36か。ってことは六6になりますよね。6ね。 これ高さ6なんですよじゃあ低面積かけ高さ6、えー、割る3で終わりなんだけどもそんなことしなくてもね、まあ、それまあそれでいけたんですよ三平方を使えるんだったらそれでいけたんだけどもそんなことしなくてもね実はねここの三角形があるじゃないですかこの三角形ねこの三角形ちょっとさらに黒くのりますよこの三角形ねとこの三角形がここ,この対角線対角線対角線の交点ね このの三角形が合同になるの分かりますあの組み立てた時ですよ。<laughs> つまり、えーと、ここをこう上げて、つまりね、今、ここの部分、ちょっと2つ、はい、ここの部分、だから AP ね、AP の部分がこの OP ですよね。いいここね、いいで、実はね、この長さとこの長さ、一緒じゃないですか。3と3で。そしたら、 組み立てたときに、これとこれが同じ長さにならないです。組み立てたときですよ。これが、これがね、実は一緒なんですよ。つまりね、つまりね、今、こう、ちょっと黒くノりますよ。ここの三角形とここの三角形って一緒、合同にならないですかいい。つまり、ここの三角形ね。この三角形を組み立てたときをと全く、つまり、ここの3がこっち来るんだから、そうですねこ。これがポコってこっち来るんだから、で、これ共通と。ということは、 これとこれが長さ一緒だから長さ一緒になりますよね一緒,一緒になります一緒になりますいいかなだからこれ実はねえっと高さ6なんですよ計算しなくてもでもまあこれは三平方でやった方が無難だったかなでもまあ今回三平方は試験範囲じゃないので三平方を使うなってことやけどまあ答えだけでいいのでまあこれ6ね だから高さが6が分かればあとはもう簡単ですね。えっ、ー、と底面積は今これがこれが6だったのに 6×6 の半分で出ますよね。もしくはこれが3が分かった、えー、これが6だったこれ3だから331、えー、対1対ルート2だから3ルート2で3ルート 2×3 ルート2で18っていうふうにしてもよかったんだけど <laughs> そんなことせんでも 6×6÷2 でこれが出ますよね。つまりこう,こういう四角形が

はい、で次3番今度3番はかこれね O と R の中点を M ね O と S の中点 N ねじゃあ M と N 結んで M と N はこの PQ と平行ですでこう切りましたとちょっと赤で見えるかな赤でこう切りましたとこう切っ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 たときに 下のヘンテコリんな図形と上,上はまあ四角錐になりますね。で、下の方の体積なんぼですかと,ということはこういう時は上、あ、これ全今全体36やったっけ ?36 出ました。<laughs> 36から上の四角錐を引いたっていう流れにしてくれればいいですね。下のやつは求められるわけないので。ということはね、これ普通にやっても分かんないですね。だってこの,めあこの面積5イン出せるか。出せなくはないか。出せなくは。あ、でも出しにくいな。 しにくいかこれ台形なんだけどもこの高さなんぼですかって分かりづらいかこれはねちょっと別紙パカッて切りましょうつまりね OSQ で切ってください OSQ でこう切ります切りますそしたら求めるのはあの上ね上の四角水求めるんですね上,上ねだから全体から上の四角錐を引いて、えー、答えはなんぼですっていう流れにしますじゃあパカッて切りますこうねパカってそしたら ここ N は中点だから、この上の、上の四角錐左半分、左、左半分だけ考えてくださいね。左半分だけ。じゃあ、これが底面積にならないですかここの部分が。ここの部分が。底面積で高さが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、何枚っけ高さが、んこれ長さ6やったっけあ、だから、高さ3かあ。これが6なんだから、高さ3ですね。だから、この底面積は、のかける、高さ3。 えとで、えー、と割る3でいいですよね。ということはね、これ全体の体積は今ここで割ったんだから半分です。左半分って半分ですよね。だから全体の体積を V とするならば、左半分は2分の 1V なんですよ。ただし、ここ底面積と見抜いてるから、えー、高さは同じだから、ここを底面積で高さ P までと考えたら、4分の 1V になりますよね。4分の 1V。だから左半分のいらない部分が4分の 1V ね。で、今度右,分右,右半分。 同じようにこれを底面積と考えて高さがさっきのこれ半分になりますよね。P までの距離と M までの距離って半分ですよね。っていうことは、えー、とさっきが4分の 1V なんだったらじゃあこっちは8分の 1V になりますよね。この ONQM。だからこれが底面積。だから三角錐になるからですよね三角錐、まあ、もしくは nmq を底面として O を頂点で三角錐って考えてもいいんだけども、えー、とだからこれを底面として高さを m とした三角錐だったらさ,さっきの高さ半分だから8分の1分になりますよね。 ということは全体 V から4分の 1V と8分の 1V を足したやつだから左がいらない左ですよいらない左が4分の 1V いらない右が8分の 1V それを引いてくれたらこれ8分の3になるから8分の 5V といいだから求めるのは8分の 5V で V は36なんですね今回じゃあ 36×8 分の5をしてくださいとなってるよな42が849だからあと2分の45 2分の45立方センチメートルが回答ですいいですかねはいじゃあ以上です